今試合だけでなく、3試合とも接戦で、非常に見応えのある試合だった。両チームとも強力な投手力を前面に押し出し、短期決戦らしい投手戦。しかし同時に、これだけの投手陣を持っているのだから、もう少し守備や打撃を活かせる戦い方をしていればリーグ優勝できると残念に思えてしまう戦いでもあった。特にもったいないと感じたのは、勝った阪神だった。立ち上がりに不安のある浜口が初回、先頭打者に四球を与えた。送りバントで先取点を狙いたい気持ちもわかるが、浜口のようなタイプのピッチャーに対し、送りバントで1アウトを与えるのは楽にさせるようなもの。しかも2番の北条は、初球は高めのボール球をバントで空振りし、成功させた2球目のまっすぐも見逃せばボール。立ち直るきっかけを与えてしまった。シーズン中にも感じていたのだが、佐藤輝と大山は主力選手でポジションは固定して起用するべき。今試合は佐藤輝がサードで、大山がライトを守ったが、それぞれが序盤にエラーをしており、特に3回の大山の失策は直後のバッテリーミス、冒頭で失点にもつながっている。先発の才木に負担をかけたし、守備を固定して負担を減らしてやれば、打撃への集中力も増すはず。大一番の短期決戦でミスが出ただけに、余計に感じてしまった。6回の DeNA の守備も首をかしげた。虫二塁から阪神は近本に送りバントのサイン。結局、バントはファウルになり、追い込まれてからの強攻策で同点打を放った。打った近本は見事だが、これは星戸柱の配球ミスに助けられたもの。送りバントを失敗し、進塁打を打ちたくて強引に引っ張りに行っている近本だけに、内角への投球は危ない。カウント1対2から引っ張りやすい変化球を投げさせた時点、結果はファウルで戸柱は分かっていないと思っていたが、内角高めのまっすぐを要求。進塁打どころか二塁打になり、逆転の状況まで作ってしまった。一方阪神の続く大山への送りバントも理解できない。これが8回や9回の状況なら理解できるが、監督が腹をくくれていないように感じる。結果、大山は送りバントを失敗。それでも5番の原口が勝ち越しタイムリーを放って嫌なムードを吹き飛ばし、チームの勝利を手繰り寄せた。阪神は選手の活躍で、CS ファイナルステージへの進出を決めた。中継ぎ投手陣は、任務またぎの登板で抑えているし、借金を抱えて3位に終わったチームとは思えない戦力。短期決戦は、勢いが大事。劣勢を跳ね返した阪神の勢いがどこまで続くか、注目したい。DeNA がさよならの好機を逸し、ファースト S 敗退が決まった。1点を追う9回、先頭の牧がサゼンダを放って出塁。宮崎は三振に倒れたものの、外は低めのボール球をしっかりと見極めて四球を選び、1-1、2塁と好機を拡大した。ここでベンチの三浦監督が一気に動き、2塁走者に上里、一塁走者に森と代走を立て続けに送り、打席には代打オースティン。助っ人が仲間枝を放つも、神里がライナーバックで逆を突かれ、生還できなかった。それでも一四万塁。指揮官は代打にベテラン藤田を送ったが、まさかの二ゴロ併殺打となりゲームセット。藤田は頭から一塁へ飛び込んだがアウトとなり、起き上がることができず、そのまま一塁ベース付近に突伏した。ベンチでは呆然の様子が映り、涙を流す選手もいた。三浦監督は試合終了直後、
選手たちはよく頑張りました。本当に最後までみんな諦めずに戦ったと思いますと語った。